エキセントリック中川の時間ですが、ちょっと謝罪会見となりました。前回ハワイからの放送ということでしたが、その中で私がヘリに乗った時に62ドルと申し上げましたが、あれは262ドルの誤りでした。申し訳ありません。そっちかい。まあ、とりあえずあの糸ちゃんがね、今から説明するので頼むよ。人頼みやな。説明しよう。聞いてやろう。何を説明するの？前回の放送？前回の放送ね。あれ、まあ、最初から我々ちょっと乗る気じゃなかったんですけど、まあ、リーダーが暴走してですね、でもどうですか皆さん、最初良かったですよね、出てたし。まあ、めっちゃさせられたよね。あの自分の同級生に聞けつって全部送ったらね、はい、全員信じてましたよ、はいって言って。でしょ、うん、私もオンエア聞いてなんか最初いい感じだなと思って。そうで、最後の最後でもさゆりママはバレとったよ。あ、さゆりさすがさゆり。もう週5で言ってたからすぐ確認するんだから。もう確認したの。でも本当にね、あの昨日ね、ごめんつって僕は謝りのメールみんなに入れたんですよ、はい、あ、その同級生に。やっぱりなって言われました。バレとるやないか。エキセントリック中川、発車します。出発進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に博多南駅2階ルルンバックヤードスタジオから NRS に乗せて30分間忘年会で飲みすぎて、せっかくタツニーの T シャツを着ていったにもかかわらず忘れて出す機会がなかったあなたにお届けします。ではご挨拶を。噛んだね。仕事しながら収録に参加してます。みよみよでーす。キーボードのパチパチって音聞こえたらごめんなさい。今日はもう正真正銘博多南駅からでいいんですよね。そうそう、年内最後の放送でございます。よろしくお願いします。伊藤ちゃんでーす。もう令和元年ももう終わりますね。はい、来年もいい年になると思います。ヤスミンです。マジで。イエイイエイ。正月来なきゃいいな。お年玉あげなきゃいけないし嫌だなと思ってる丸さんです。よろしくお願いします。しかしですよ。何ですか。例の件ですか。例の件ですけど、はいはい、あれ、あのうちね、謝罪、もっと真剣に謝罪してください。本当すいません、嘘ついて。ハワイとか行くお金もないし暇もないし。暇ない割にあの後写真撮ったのすげえ加工していい感じになってて。暇だろ。絶対違う。あれ本当にハワイ行ったのかと。あんなもん30分でできるわ、おたれ。さすが仕事ができるやつはね。隣でみょうみょうが仕事してるけど。なんかおとなしいね。一線を舐めとんのか。そんな感じがしますね。今日あれじゃないね、喋るあれが少ない。うん、ちょっとね、まあ、頭の中がね、こっちの方に。バイオをね、あの目の前で広げて仕事してるみよみよさんですけど、はい、しかしね、みんなね、あの発想が貧弱。ハワイ行くつってさ、はい、あのもうちょっと広げてほしいさ、そこ行ったって話がね。もうみんな乗り気じゃなかったもんね。いや振りが無茶だから、もうその場でみんな携帯見ながら何が人気あるかみたいになってて。だって俺今日も乗り気じゃないよ、なんか歌うっちゃろ。ちょっと怒られ覚悟で歌おうかなと思ってますけど、しかしこの前、そうですよ、そうです。それでハワイに行ったのに、はい、誰一人としてね、はい、あの海に行ってないよね。なんかだって山側のホテル、海側じゃないとか言ってたじゃないか。申し訳ない。それであのね、休みはね、ショッピング行ったって、もう地名も何にもないのね。どこにショッピング行ったか分かんないし。なんか言ってたっけ、そんな話も。そんな話も忘れるぐらい中身のない話だったよ。わけのわからん店の最寄りって何。あれは本当にあるんでしょ。でも分からん。いや、あるって言ってたよ。みょみょがあるんでしょ。架空。架空ですか。ほら、嘘ばっかりじゃん。まあでも良かったんじゃないですか。まあね、ポークスのネタも良かったし、まあ、楽しんでくれてね。
俺絶対ね、ギターはね、掛け算7の段はできんと思うよ。いや、ターギーって言ってたよ。ターギーや、やべ。そこブレちゃダメだって。7、8ぐらいから怪しいなと僕は思ってますけど、ね、もうやめとった方がいいと思います。怒られる、ファンから、はい、じゃあ次のコーナー行きましょうかね。早っ、早っ、ちょっと展開曲お願いしまーす。する、行くよ。ナカタワー。まあ今日4人でやってるからいいか。いや、意外に展開早くなかった。時間通りです。そうですか。はい、中川よ。いやいや、ご賞はくださいでしょ。何年やってるんですか。何年も。6ヶ月ぐらい。あ、もう先言った。ご賞はください。喜んで。中川よ。カタロー。ここはよかったかばい。よし、はい、もう提案で、よし、あ、もう落ち着くね、これあるとね。自己満足やね。すごい、今日ゲスト来てるんだけど、ゲストが、うん、こうやってやってるんだって。こんなアナログで音取ってるんだって。では今日は、あや子とあや子のランデブーから。なんて言った今。なんて言った。あや子2人いたよ。私、あや子とあやかのランデブーからお二人に来ていただきました。かわいい、かわいい。こんにちは。こんにちは。あやかです。あやこです。よろしくお願いします。あの声、本当よね。やっぱりね、ダミ声じゃないからいいね。酒焼きしてないね。声が新鮮。たまにしてますよ、私たち。ハーモニーが綺麗。だよね。で、なんだかあやことあやかのランデブーさんは僕らの中ではすごい人気番組だなと思って聞いてました。いっぱいメール、まあ、ありがとうございました。2回ぐらいかな、それ2回いただきます、ピノさんに。はい、何メールしたの。覚えてない。でもですよ、なんだか近頃放送聞いてたら、ね、年内で閉店ガラガラ、あらあららそうなのされるってお話を聞きましたが、ちょっとご説明ください。12月をもちまして、閉店をガラ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 、はい、閉店をすることになりまして、はい。何何、あやかと、あ、ごめん、あやこと休みになるとかそういう話じゃなくて。あ、そういう話じゃなくて。断固として断固として食い止めるぞ。絶対食い止めるから、ね、それクレーム送るよ、クレーム。だって、うん、夢のあやことあやかと休みのランデブーでしょ、今日。で、夢に終わるっちゃろ。夢じゃない、目標。あ、もう相当高い目標でね。叶わぬ目標ね。いやね、そうなんです、終わっちゃうんです。ほら、そっかそっか。でもう、じゃあちょっとね、私不思議に思ってるのは、なんかほとんどやり遂げてないから、終わってんじゃないかなと思うんですよ。ね、やってみよう的なことをなんかやってて、企画ものが結構多かったよね。そうですよね。結構これ、最終回ちょっと期待を、はい、していただきたいなと。おやおや、はい、あ、最終回はいつですか。あ、この後は生放送を。あ、本当なんだ。はい、25日ですね。あ、そうなんですね。はい、うん、するんですけど。お、なんか、そうなんだ、そうなんだ。こうご期待。いや、うん、やり残したことはね、いっぱいありますけど。いっぱいありますけど。まあ、ちょっと残していったぐらいが、こういい残りが的なんで、こう楽しんでもいい。あ、そうか、残りが。またこれでね、やるために復活してくるんではないかなというような感じかな。形を変えてね、期待していいのかな、だと思います。年齢はお若いですよね。いや、いや、あれです、親子ぐらい離れてますね。親子は言い過ぎでしょう。ですね。私はあんまりあやこさんのちゃんと年齢知らない。ああ、本当ない。そんなパートナーで二人で番組やってたのに意外と仲が悪いとか。ねえ、結構そうなんですね。あ、なんかやっぱ女…なんか女性同士ってそういうのがあるんだ。言っちゃダメなんだ。聞いちゃいけ。俺も休みの年齢知らんけどね。じゃあこの俺も休みの性別聞いてないけどね。あ、性別も聞いてない。そっちも性別も知らんしね、あれだけど。年齢も知らんけど、なんか酔っ払ったら喋り出したりとかさっき。いや、最高ですね、この収録風景。なんか全部アナログでやってんだなと思って。超アナログですよ。でもなんか逆にね、なんかこう、こっちがこう寂しくなっていくのを M&A じゃないけど、こっちに、うちら側に来てもらったらね、たまに。
嬉しいですよね。呼んでもらったら M&A ちょチョコレートM&M だろそれ。このハワイかぶれが入ったもうハワイの話終わったってもマカダミア持ってきてませんよ。生ピコでしたね。見ました生ピコ見れた。しかし今後はどうなんですか、やっぱこう新しい番組とかをっていうか、まあ彩香さんはねあのされるというお話されてましたけど、うんうん、私は多分来年からもまだ NRS にはいるかなと思います、うんはい、彩香さんもったいねえな。そうですね、ちょっと私はあの卒業ですね。なんで閉店をさせていただくことになりました。いや最終回でもう超残して去るからちょっとみんな見た方がいいなと思います。本当になんかこうマイクを置いてこう爪痕あ、いや本当そうですね、そんな感じで、ね、あ言っちゃいけないのかな概要欄にねリンク貼っときましょうね最終回ね。ありがとうございます。さすが絶対聞いた方がいいねこれ。すごいやっぱりお綺麗ですよねお二人ともね。あの今日初対面なんですよ私実は。あそうでしょ、はいはい、うん、いやなんかそのみんな顔見合わせ、いや彩香ちゃんは会ったことあるけど彩子さんは今日初対面で、はい、そのまあ映像で確認したことはあるんですけど、まあなんせ我々普段見てるものが見てるものだから収録中に あはい、 いや、はい、どういうことですか本人気づいてあ、よかった、スルーできるようになったわけね。すごくなんかこう目に対しての栄養が入ってくるっていうの、うんうん、あ目薬彩子と彩香は目薬なのですよね。みょうみょう初対面、彩香ちゃんはね結構あるけど、うん、彩子さんは初対面、ね、いつ会えるだろうって思いながらもう最後だったという。はい。なんで吹いた丸さん。すまねえ、そんな感じで。丸さんは あった今まで会ったんですか。あでも丸さんこの前会いましたね。この前なんか会いましたよね。会いました会いました。名刺も渡さないままに。今後はそのこの中市とかもなんかこの関わりなくなっ。いやいやもちろんあのいろいろあのイベント参加させてもらったりとかし、はい。ね、していきます。あ、うんうん、あんまりここでバラしちゃうとね。彩香ちゃんがうなずいてます。彩香ちゃん普段何やってるの。リアル私はあの、うん、星読みの、うん、何ですかね、あの星読みの会社っていうのかな、あのオンラインスクールみたいなのがあって、うん、そこで働いてます。あ、星読み先生術、うん、具体的にピンとこないけど、へえ。あ、そうですそうです、あの生年月日とかから出して、うん、こう見ていくような、うん、あ星読みっていうジャンルがあるんですか。そうですそうです、星術。その話してた。あ、してますしてます、はい。これがすっごい面白い。さすがヘビーリスナー、うん、メール送ってるからね。わかりやすいです、すごく。あの、私も全然知らなかったけど。生年月日でも決まる数字ですよね。あ、数字とか、そうですね、数字はあの数秘術とかですね。あやこちゃんもそれを見れると。そのあ、そうですそうです、あ言ったら、はい、データを、ま、言お伝えしたら、はい、見てもらいたい。100万円って。100万円、あ、ぼったくっていいんですね。で、あとあの、あやデブのちょっとリスナーとして、あやデブのリスナーいや、前回やったかな、あの、うん、車譲ってもらった時にこう手を挙げるとか、あれがちょっと世代ギャップを感じたんですよ。あ、聞いてないよ。なんかね、うんうん、車でね、こう道を譲ってもらったらね、こう手を挙げるでしょ、うん、それがなんか嫌だって。いやいや、あの嫌なことがあって、その絶対嫌なわけじゃないんですけど、うん、そのペコってしたり手挙げたりする、こうお互いコミュニケーションでやったりするじゃないですか、はいはい、その時になんかこうなんていうの、なんか当たり前だろみたいな感じで、なんかもうチッみたいな感じでするおじさんによく会うんですね、私が。どんなかな。いやいやいや、いや、ありがとうって感じでこう手あげるよね。まあ、ありがとう。手あげるぐらいなら無視していってほしいって言ったよ。その上げ方ですね。上げ方が、その当たり前かつ、そうなんですよね。これはいいんですよ、ピッチンとちょっと格好つけるみたいな。あ、なるほどね。あ、いいよみたいなのが。あ、これね。あ今の人。あ、それ俺だ。みんな見てあげてるよ今。俺やん、俺。ちょっと格好つけみたいな。あ、いるいる、いたマルタさん。そんなやつおらんやろ。めっちゃ笑顔。それコーンフレークやろ。あ、出た。またすもうすぐ M1 ネタ持ってくる。コーンフレークちゃうやろ。それモナカやろってやつやろ。ああ、どら滑ったもん。おじさんが言うと滑るからもう。最高やな。あ、
まだ時間あるの、はい、あるね、あるよ、よしよし、いや、そうね、あの好きなタイプってどんな人ですか？お見合いか急に私は何ですかね、目が2つあってとか、あ、そうですね、目が2つあって、いやいや、それは乗らないで、なんだろうな、でもあの爪フェチなんですよね、私。ああ、じゃあ俺ダメや。なんか爪がフェチなんで、爪とか見ます。そう、外見とかじゃなくてってこと、ね、そうですね、容姿端麗じゃなくてもいいってことね。どんな爪がいいと、その人によるんですよ。なんかドーム型が一番好きではあるんですよね。なんじゃそら。あのドーム型で指を横から見たときに、うん、あのなんていうんですか、すごい綺麗な曲線を爪が描いてる人が好きです。それはその女性もって、あ、男性の、あ、もう人間としてその爪の人は好きですね。ちょっと初めて聞いた。じゃあ見た目がさ、顔がものすごいブサイクでもそのドーム型の爪やったらいいわけ？あ、なんか急に、うん、あの喋りたいってなります。あらあら、へえ、なんか面白いね。面白いね。そうですか。あと、あやかちゃんあれですよね、うん、歩くスピード、その歩幅、うん、歩くスピードをなんかこう、うん、合わせてくれる人とかがいいな。かわいいこと言うね。なんか自分が合わせるとか、なんかそんな話してなかったっけ？私も合わせます。うん、なんか お互いこう合わせ合えるというか、うんうん、そういう気を使える人はいいなと思います。そういう気の利く人は、気の利く人はいいなと。いいな。あやこさんは、うんうん、私あの鼻が大きい人が好きですね。鼻が大きい人。魔女みたいな鼻がちょっと怖いんですね。見た目だね、うん、あの先がとんがってる鼻の人がいるじゃないですか。うんうんうん、ちょっとやっぱ怖い。星花みたいな感じが怖い。もう団子みたいなのが鼻っていう。鼻っていう。うちゃんなんちゃんの内村とかジャッキーチェンみたいな。そうそうですね、好きです。もうあのとんがってない方が好きですね。あ、おった。安みが来てピーだね。トーさんの鼻、来てッピーや。なんかボタン押したくなる。ボタン押したくなる。コピーロボットみたいにこうピーって押したくなる。よ、休み、ありがとう。ありがとう。誰も聞きたくないからいいよ、別に無理して喋らんでいいよ。休みの好みは金持ち。ほら、もう聞くだけ、もう汚れまくっとる。結論、金持ち。もう発想が貧相に、品がない。やっちゃったよ。もう酒と金の話しかしねえから、ほんと最低だな。じゃあちょっとこの次のコーナーもちょっとね、はい、お付き合いいただいて、ちょっと歌うか。あ、いつもの、せーの、中川の、あーあね、あ、いや、間違えた、間違えた、おじいちゃん間違えた。あれ。もう一回いくよ。もう今釣られたやん。せーの、中川のネタをあなたにあげる、あったかいんだから。いや、ありがとう。エイセブリッ第45秒ネタだけ、あ、違うサビだけ。もうダメ、こんなとこ送っちゃ。サビだけ紅白歌合戦。司会の宮田てるです。誰もわからないネタ。今日結構叩かれるな。叩かれるな、辛いな。じゃあね、今日歌を、サビのとこだけ歌ってもらおうかなと思ってるんですわ。うん、で、一番手はですね、はい、一番手は紅白歌合戦って書いてますね。はい、赤組白組で対決するんじゃないの。そうですよ、年末だしね。イエーイ。それではトップバッター、あ、司会はキツビでございます。それではトップバッター誰ですか。紅白の司会すごいですね、キツビ。そうですよ、ギャオです。皆様の、あ、ゴーギャオです。ミョウヒロミ。じゃあミュージックスタート。イエーイ、ミョウヒロミ。ギャオです。さあ、今日はサビを歌っていただきます。夢を見ずにいられないギョです。誰もを出会いは惑星間の胸騒ぎ、まばゆいくらいにエキゾチック。音が聞こえんちゃもん。ジャパンギョです。イエーイ。まだマンの胸騒ぎ、
命のときめきエキゾチックエキゾチーギョーですジャパンジャパンはい、ありがとうございました。相当勉強の邪魔、白組トップバッターは相当勉強の邪魔みょうみょうさんでございました。ありがとうございました。じゃあそれでは赤組参りましょうか。赤組参りましょう。次の第2番バッターは誰ですか。あやこですか、あやかですか、あやかです、あやかですか、あやこですか、もうどっちかわかんない。じゃあお願いしますあやかで。あ、なんでございましょう。これは私たちはいつも知らな い, い, い、ね、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。ありがとうございます。2番手は赤組、1番手あやか、あやこ、あやか、あやこ、どっちどっち、あやかです、あやかでした。ありがとうございます。それでは白組2番手、白組2番手は今日オーディエンスおるしね、背は高いが声は低 い, 声は低い、体はでかいが声もでかい、声はでかい、どっちでかいか、キョちゃんで天気の子です、どうぞ。くれた勇気だから君のために使いたいんだ君と分け合った愛だから君、普通に歌うよそれないどうボケるんよこの歌で。愛にできることはまだあるかい、僕にできることはまだあるかい。イエーイ。白組2番手は我らが我らが糸ちゃんでございました。ありがとうございます。それでは赤組の2番バッターは、あやこ一体何歳なんだ、あやこ一体何歳、結局年齢言ってないぞ、結局年齢言ってないぞのあやこでございます。皆さん拍手。曲は赤いスイートピーでございます。嬉しい半年過ぎてもあなたあって手も握らない、 I mean for you、 あなたについて行きたい、 I mean for you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤い LOVE あやこ、いやーかわいい、あやこをやめないで、ありがとうございます、ありがとうございます、帰ってきてあやこ。赤組2番バッターはいまだに年齢を明かしていないあやこさんでございました。それでは白組3番目の登場は私でしょちょっと角度を変えてみたらいつもジュリーに見える、あ、ありがとうございます、丸田丸尾でございます。じゃあですね、次丸田丸尾さんで津軽海峡冬景色。これ女の人の歌だべ、何だけを聞いている、わあたしは一人、わわわわ連絡船に乗り、わわわわ凍えそうなカモメ見つめ泣いていました、あ津軽海峡冬景色。まさかのまさかの白組なのに女性の歌、どうもありがとうございました。 それでは赤組3番バッターは我らがこう言ってんさらに年齢がよくわからないヤスミンさんで、ありがとうございます、花火、どうぞお聴きください
ぶら下がって上から花火を見下ろして、うん、確かに好きなんです、うん、戻れないんです、うん、夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、うん、最後の残り火に手を振ったもういいまさかのもういいで終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。赤組3番バッターはヤスミンで花火でございました。ということでどっち、さあいよいよ大鳥です。今年の紅白もいよいよ最後になってまいりました、ね、令和元年いい年だったか悪い年だったかもうすべてこの方にかかっております、はいはい、最後の鳥は、キトゥピーカモンベイビー中川ですよね。わかりました。お願いします。そう言おうと思ったのに先に言われちゃったよ。カモン中川憧れにねじゃがカモンベイビー中川今日よしでく中一でカモンカドドドカカカカモンベイビーだったた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 カモンベイビーどん中途半端中途半端ということでなんか不完全燃焼のまま、いえいえ、今年のこうやって年も暮れゆくわけでございます。すいませんね、ひとしきり歌合戦で盛り上がった後はこのエンディングに入っていくわけですけれども令和元年、平成31年から令和元年、今年1年いかがだったでしょうか。はい、はい、それでは年が暮れ行きます。あ、もうエンディングみたいな感じですか。また来年もこのエキセントリック中川頑張っていきたいと思いますので、最後に皆さんでこの歌でお別れしましょう。今日はゲストの綾子、もうどっちか分かんないけど、ありがとうございました。ありがとうございました。綾子と綾子も入ってみんなで歌いましょう。はい、それでは蛍の光です。蛍の光何やってんだいい年こいて何やってんだいい年こいてうん、字幕がいつしか年も過ぎ、あ、ここに書いてあるねと、それではこの令和元年もこれで、終わります。そして来年もこのエキセントリック中川をぜひぜひよろしくお願いします。ということで皆様ごきげんよう。また来年です。それではなんか最後グダグダ来年ですよ。お会いしましょう。良いお年を。あやデブーありがとう。あやデブーじゃないから、あやデブーじゃないのよ。